朝鮮御用は、松か松族の樹木である。松か松族、いわゆる松の一種である。学名ピーニュースカーンシスの種小名カーンシスは、高来のという意味。和名は、朝鮮御用が一般的。他に、朝鮮松など。中国名は、紅松や、か松、ロシア語名は、や、という。我々の身近な松である赤松や黒松とは、 アゾク単位で異なりストローボスアゾク、いわゆる御用末の仲間に分類される。北東アジア地域原産、朝鮮半島、中国東北部、ロシア極東部と日本に天然分布する。日本では本州中部の福島県南部から岐阜県にかけてと四国の東や海州だけにもわずかな群落が隔離分布しているが、比較的稀な種で山で見かけることは少ない。 花粉化石の分析などから最終表記には現在よりはるかに広い範囲で繁栄していたことが知られている。成木は樹高30メートル以上、直径1.5メートルに達する。樹皮は肺褐色で幼霊時は平滑、成長するにつれて薄く臨場に剥がれる。信用は名前の示すように御葉であり、単枝に五本が束製する。葉は濃い緑色で、 白い気候がよく目立ち、遠目には青緑色に見える。長さは6から10センチメートルで円には巨子があり、ザラザラした触り心地である。葉の断面の樹脂道は同じく、日本産五葉松の五葉松の2本に対して本種は3本ある。旧花は8から16センチメートルと日本産の松類では最も大行で枝の先に3から4個がまとまってできることが多い。 他の松同様多数の林片から構成される。色は若い時は緑色だが熟すと高褐色に変わる。旧蚊の林片は熟すにつれて外側に反り返る。松属の旧蚊は一般に成熟後しばらく木の上に止まり、空気中の湿度に反応して、開閉を繰り返し中の種子を散布する。しかしながら、本種及び禁煙種は成熟後も決して開かないままに落下する。 熟した旧家は比較的分解しやすい他の御葉生類のものと比べても非常に脆く素手で分解することも簡単である。旧家の一つの輪片には二つの種子が入っている。種子は2センチメートル弱ある大型のもので、他の松と違い翼を持たない。前述のように日本では比較的稀な種であり、順輪を構成することはなく紅葉樹輪に混成する。 形を取ることが多い。一方、シベリアでは、トウ皮族や、カラマツ族などの信葉樹とともに、森林の主要な構成種の一つである。本種は、松の在戦中に感受性が高く、寄生されると、松在戦中病を発症して、腰死に至ることが多い。ただし、本種は、先中摂取試験に対する、感受性自体は強いものの、 実際の森林ではあまり被害を受けていないようである。松材線中病が徐々に広がりつつある韓国においても日本産赤松や黒松に比べて本種の被害報告は遅かった。材は建築、パルプなどに用いる。庭園に、盆栽にする。種子は、過食でいわゆる松の実として利用される。種子は、海松子と呼ばれ漢方薬に利用される。 韓国では葉も利用するようである。材は本種の主要産地の一つである中国での名を取って、暮れない松などと呼ばれる。期間比重は、在来の二葉昇類よりやや軽い0.45から0.50。シベリアでも伐採が盛んである。シベリアでは絶滅の恐れのあるアムールトラやアムールヒョウといった大型肉食哺乳類を保護すること。 経済価値の高い本種の違法伐採が後を絶たないことなどから本種の保護が叫ばれていた。2010年10月付で末族としては初めてロシア産の本種をワシントン条約に登録する措置が取られている。ありがとうございます。